せーの、モニッともちっとゆみまろです。おはようございます。今日は5月29日から発売しましたマックの新作の照り焼きバーガーを食べていきたいと思います。はい、ということでスタバの新作と同じ日に発売されました3種類の照り焼きでございます。今回は大人が恋する照り焼きって言って全部違った味の照り焼きで、なんとシャカシャカポテトも照り焼き味でございます。全部めちゃくちゃ美味しそうなので早速食べていきたいと思います。それではせーのりさん、はい、いただきます。じゃあまずこちら、香ばし醤油マヨ卵照り焼きです。テリヤキマックバーガーに香ばし醤油マヨと卵を組み合わせた濃厚でボリューミーな一品です。ジューシーなポークパティに甘辛いテリヤキソースを絡めて仕上げたコクのある味わいが人気のテリヤキマックバーガーに、ガーリックやオニオンのコクと香ばしく炭火で炙ったような醤油の香りがたまらない醤油マヨとプルプルの卵を合わせました。うわぁ、最高の美酒してるんですけど、最高の美酒してるよ。テッカテカ。こんな感じで卵がね入ってる。美味しそう。それではいただきます。美味しそう。今んとこ普通の照り焼きなんだけど、うまい。まだ醤油マヨも卵も感じられなかったけど、照り焼きってやっぱ美味しいね。大好き。あの、てりたまが私大好きなんですね。てりやきの中に卵が入っているやつです。もうあれにそっくりなんですねてかほぼてりたまみたいな。ただ醤油マヨがほんと炭火で炙ったっていうのが、あの、何、めっちゃわかる。炭火の香りしたもん。燻製とかではないけど、なんかちょっと焼肉屋さんを思い浮かべるような炭火感照り焼きはね、口の周りとか手をベタベタにするぐらいかぶりついて食べるのがいいんですよなんか久しぶりにハンバーガー食べた気がする。前はチキンタツタか、チキンタツタ食べたね。うまい。卵がプルプルしてて美味しい。口いっぱいに照り焼きを頬張るのが最高すぎるわ。じゃあちょっとそこらでこのシャカシャカポテトの照り焼き味作ろうかな。お、うん、でもなんかちょっといつものこの照り焼きバーガーの味とはちょっと違う匂いがする。まあそりゃそうか、粉だもんね。これはじゃじゃーん、こんな感じ。食べてみよう。うんんあ、照り焼き味だけど、この照り焼き、ハンバーガーの照り焼きとは違う味で美味しい。うん、なんかね、結構醤油感が強いかな。うま、これ何味でしょうかって言われて食べたら何味だと思うかな。むず、醤油マヨ。いやでもマヨはあんま感じないけど、でもやっぱ醤油のうまいやつみたいな感じの味がする醤油の香ばしい香り、玉ねぎと甘さとコク、生姜の香りがやみつきになる甘うまな王道の照り焼き味です。味噌を隠し味として足すことで深みを出したこだわりの味わいでマックフライポテトをお楽しみください。味噌、あ、全然味噌感じなかった。本当に隠し味だわ。色はそんなにつかない、ちょっと茶色かなみたいな感じ美味しい。
じゃあ続いてこちら、馬からチーズ照り焼きです。こちらも最高の美女をしております。照り焼きマックバーガーにトマトハラペーニョフィリングとチェダーチーズを組み合わせた旨辛な一品です。ジューシーなポークパティに甘辛い照り焼きソースを絡めて仕上げた人気の照り焼きマックバーガーにトマトペーストのフライドガーリックの旨味やハラペーニョピクルスの爽やかな辛さが後引く美味しさのトマトハラペーニョフィリングとコクのあるチェダーチーズを合わせました。おお、辛みが苦手な方はご注意くださいって書いてある。マックのさ、なんかこういうちょっと辛い商品みたいなやつってピリ辛より結構しっかり辛いじゃんみたいなの多いからちょっと楽しみ。いただきます。最初はやっぱりね、照り焼きバーガーって感じ。これは辛いです。辛いやつだ。きた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 。しっかりね、トマトハラペーニョフィリングが辛い。食べかけ苦手な方見ないでね。せーの。このさ、赤いソースがあるのよ。この上にかかってるんだけど、これがハラペーニョフィリング。これがすごい辛いです。でもほんと旨辛って感じだけど、辛いの苦手だけどピリ辛なら食べれるかなって方だと多分火吹いちゃうかもしれない。一口ぐらいはいいけど、多分全部食べ終わる頃には火吹いちゃうぐらい辛いなって思うと思います。多分これ辛いの食べたいなって時に食べると本当にちょうどいい刺激とうまさ。あ、ちょっと辛くなってきた。美味しいけど、本当に結構辛い。なんかちょっと汗じんわりかいてきちゃった。そんぐらいちょっと辛い。でも本当にこの辛いソース、味がめちゃくちゃ美味しい。ちょっとトマト感があるのよ。トマトハラペーニョフィリングだからトマト感があってめちゃくちゃ私大好き。美味しい。美味しすぎ、はい、ラストがこちら、ガーリックバター照り焼きチキンです。これが一番ね、結構重量があって分厚い。わーすごい、ちょっとずれてる。え、照り焼きチキンめっちゃ久しぶりに食べるんだけど、めちゃくちゃ美味しそう。照り焼きチキンフィレオにガーリックバタータルタルを組み合わせたやみつきになる味わいの一品です。サクサク衣でボリュームたっぷりのチキンパティに甘辛い照り焼きソースを絡めて仕上げた照り焼きチキンにガーリックバターのコク、隠し味に醤油を効かせた濃厚でやみつきな味わいのタルタルソースを合わせました。ガーリックバターだって。多分こちらにあるのがそれですね。うまっ。照り焼きチキンってこんな美味しかったよね。そういえばちょっとごめんなさいね、今日すごいもん本当に口の周りが。照り焼きチキンってさ、昔さ、なんか期間限定でしか売ってなかったけど、途中でレギュラーメンバーとして入ったじゃん。もうその時私めちゃくちゃ嬉しくて、この期間限定で出る照り焼きチキンが大好きだったから、もうレギュラー化した時にもう絶対これしかマックなんか食べないわって思ってたのに、なんかさ、レギュラー化したらレギュラー化したでさ、新商品の方ばっか食べてさ、普段あんまりマック食べないからさ、動画で撮るぐらいしか、だからあんまり食べる機会なかったけど、やっぱめちゃくちゃ美味しいわ。チキン超柔らかい。ガーリックバタータルタル、うまい。そんななんかバター感ないですね。あのガーリックマヨみたいな感じだ。ハンバーガー2つ最初に食べてると思えないぐらいの
がっつきがある。さっきのさ辛いさ照り焼きでさちょっとさちょっと味覚がなんかちょっとバグってる感があるんだけど、もちろん、ニンニク、ガーリックの味するけど、なんかそこまでめっちゃこれニンニクだなっていうわけではない気がするけど、まあこれを一番最初に食べてたらめっちゃニンニクだなって思うかな。今回さ、全部さ、ベースは照り焼きなわけじゃん。でもさ、味が3つとも全然全部違うから、全然3つ目も余裕で食べれそう。なんか私の特徴は3つバーガーが出たとして全部全く違う味だったら3つ食べれることが多いんだけど、あの春に出るてりたまの時とかって1個はてりたまのなんかちょっとこう新しい味のてりたまが出るじゃん。であとはだいたい普通のてりたまとチーズてりたまなのね。だからさ、味もちろん味ちょっと違うんだけど、でも結構ベースのてりやき味ってのが一緒じゃんか。だからお腹いっぱいっていうよりかは、私同じ味のものを贅沢だけど一気にいっぱい食べれないタイプなのよ。でもそれはこの動画を撮り始めて分かったんだけど、違う味だったら結構食べ続けられるんだけど、同じ味のものをずっと食べ続けることがちょっと苦手だなっていうことに気づいて、でも今回は本当に全部違うし、これなんて照り焼きチキンだからもう別物だから、どれ食べてもさ本当全く違う味だから、みんなぜひ食べてみてほしい、食べ比べ。そういえば前回のさスタバの動画、たくさんコメントありがとうございました。ピさんのめっちゃ面白かったよね。まだ見てないよって方はぜひスタバの動画も見てみてください。最後までおまけまでぜひ見てくださいね。人と違うことは怖がらずに自分を愛してみてよ、ありのままの心でいいから。うまっ。これはまた編集中に食べるか、夕飯に食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。大満足です。それでは毎回恒例、私が一番タイプだったのはじゃか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 、うま辛チーズ照り焼きです。わー、このうま辛の、しかも結構辛い、ガツンと辛い感じと私の大好きなトマト味が組み合わさっているということで、とてもとても美味しい照り焼きでございましたので、ぜひ辛いの食べれるよって方はね、食べてみてください。醤油マヨの方もガーリックバター照り焼きチキンもめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ食べ比べててもみんなそんな何個も食べれないか、半分ことかして食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでも痛まったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、マニッとマチッとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。はい。